はいどうも皆さんお世話しております YouTuber 平本です。さあ本日はサムネイル見ましたでしょうかね。オカリナの一番の得意とすることは何ですかということなんですよ。皆さんオカリナの一番得意とすることは何だと思います？まあ人それぞれいろいろあるかと思うんですけども、このオカリナがね得意とするものがズバッと言えないとうまくならないですよね。まあこれはね、偏差値親父ってね、僕やってまして、まあこのチャンネルでも、まあオカリナを見ていただきながら偏差値親父も好きだという方もいらっしゃるんですけども、やっぱりその強みですよね。何が得意なのかっていうのが、やっぱり大学受験でも分かってないと、自分は私立文系なのに国立理系なんか受けちゃったら受かんないでしょ。私立文系であっても国語が得意なのか英語が得意なのかによって出す学科が変わってくるわけですよ。うちの場合は、明らかに英語が得意だったんで英語の配点が高いとこに全部出した。受かるものも受からないんですよ。成果が出ないと言ってもいいですよね。ということでオカリナの強みって何なのか、特徴って何なのか、わかりますか皆さん。これ分かんないとむやみやたら練習しても大学受験と一緒で、うちの息子がね国立理系受けちゃってるようなもんですよ。でちゃんとこのオカリナの強みを知らないと。さあ特徴何か言いますよ。これはですね、私がですねもう制作者もやってますから分かります。ズバッと言いますよ。オカリナの得意とすることはレガートです。はい、わかりますでしょうか。レガート、レガートっていうと、ざっくり言いますと音と音をつなげて演奏することが得意なのが実はオカリナなんですよ。なのでオカリナが一番得意とすることはレガート演奏ができるということです。明らかにレガート演奏が一番得意分野です。これはもうちょっと大きく言って管楽器はレガートが得意と言ってもいいかもしれない。実はですね、じゃあレガートが不得意な楽器っていうのもあるんですよ。例えばピアノとかギター、これはレガートが不得意な楽器と言われてます。これどういうことかっていうと、ちょっとね、弾いてみますけど、レガートね、例えばこの曲知ってますか。バッハのプレリュードという曲なんですけども、今のようにどうしてもね、あの一音一音になりがちなのがピアノなんですよ。なかなかレガートが行きにくいと言われてるんですね。でこれをどうしたらいいかって言ったら、ペダルを踏むわけですよね。レガートっぽくなるということなんですけども、なのでピアノっていうのはね、あのなかなかレガートが難しいっていう楽器になってます。ただ見てわかるように、88弦ありますからすごい音域はある。あるいは、いわゆる同時にいくつもの音が出せる、あるいは伴奏ね、伴奏をしながらメロディーを弾けるというような、補ってあまりあるほどの素晴らしいメリットがあるから、ピアノっていうのはね楽器の王様と言われてるわけでございますよ。でその中でやっぱりオカリナっていうのは明らかに得意分野はレガートなんです。これが分かってないといくら練習してもうまくはなりません。ですから皆さん今後どんな楽曲でもいいので、オカリナの一番得意とするものはレガート奏法なんだっていうのをインプットして吹いてみてください。はい。で例えばの話、じゃあそれ本当かよっていう話で言うと、やっぱりオカリナ業界で一番売れてる人って言われたら、宗次郎さんですよね。僕もこの30年間オカリナ業界にいますけども、宗次郎さんよりも売れてるオカリナ奏者私は見たことないですね。見たことあったら、日本でっていう話を教えてください。多分宗次郎さん以上の人は出てません。宗次郎さんの曲で一番集いで演奏されてるのが天空のオリオンなんですよ。ですから皆さんも好きなのが天空のオリオンなわけね。知ってます？はい、これ明らかにレガートなんですよ。
ですから、まあ、宗次郎さんはおそらくオカリナの一番得意としているものっていうのはレガート奏法だっていうのは分かってるはずなんです。あるいはそうですね、故郷の原風景、こちらも人気ですよね。これも明らかにレガート奏法で書いてある曲です。なので、まあやっぱり宗次郎さんっていうのは、まあ、自分で作ってらっしゃるっていうのもあると思うんですけども、オカリナの一番の魅力っていうのはレガート奏法だっていうのは知っているはずなんですよ。なので、皆さんはこれからね、練習するときに、まあ、オカリナっていうのはレガートがまずね一番大得意なんだっていうことをインプットして演奏していただきたいと思います。ただじゃあレガートの曲だけやればいいのかっていう話でもないんですよね。これまたね大学受験で分かる通り、じゃあ英語だけやってればいいのかね、国語社会選択科目ボロボロじゃ受かりませんから、やっぱりそこはねある程度均等にね、国語も底上げしなきゃならないね、漢文古文もやらなきゃいけないね、選択科目は日本史なのか世界史なのかね、臨政なのか政治経済なのか地理なのか、まあそこはね得意分野やっていただければいいんですよ。で最近で言うとね、一番僕が吹きにくかったのが東京ブギウギですね。あれはねすごい吹きにくかったです。あれもねどう考えてもレガートじゃないんですよ。シャッフルっていうのか、まあ、いわゆるそのブギなんですよ。ブギーっていうね、そのノリ感がねそのレガートとはちょっと違う感じなんで、あれは吹きにくかったですねっていう話で、じゃああれをじゃあ東京ブギウギを吹かないかっていうと、そういうわけでもなくて、やっぱり引き出しの一つとしてああいうこうシャッフル的なねリズムの取り方っていうのは重要になってきますんで、やっていただきたいんですけども、あくまでもそのオカリナの一番の強みって言ったらレガート。でそういうことで言うと、例えばの話クラシックで言うと、この間言ったね別れの曲なんかはすごくレガートですよね。まあ、そういう意味で言うと G 線上のアリアなんて言ったらもう完全これレガートでしょ。どうですか、レガートでしょ。なのでまあまあこういう曲をね、ぜひやっていただきたいなというふうに思ってますけども、まあ、大前提ね、その自分とは何なのか、あるいは自分が吹いている楽器って何なのか、あるいはカンターレって何なのかっていうのをもう一回今一度ね、これはレガートなんだとね、オカリナカンターレの魅力っていうのはレガートなんだよっていうのを頭に入れて練習していただけると、いろんな引き出しが、そっか、レガートっていうのを軸に引き出せるようになりますんで、ぜひいろんな曲を試してみてくださいということで、ぜひね、闇雲に練習するんじゃなくて、オカリナの強みはレガートです。ではまた会いましょう。